Eternal life. 永遠の命は神の最も大いなる賜物であり、神の戒めを守り、最後まで耐え忍ぶ者に与えられます。一方、イエスの証に惜しくない者は、永遠の命を得て、天の御父と共に住むことができません。私たちの勇気をくじき、永遠の命という目標に到達するのを妨げるつまずきの石がいくつかあります。つまずきの石は複雑で分かりにくい場合があります。例を挙げましょう。何年も前、私の父は自分が育った農場の一角に小さな小屋を建てました。そこから見る牧草地の眺めは格別でした。その小屋に壁が取り付けられた頃、私は様子を見に行きましたが、驚いたことに家の近くに立っている電柱が真正面に見えるように窓が作られていたのです。素晴らしい景観が電柱に妨げられ、とても残念だったので、私は尋ねました。お父さん、なんで電柱が真ん中に見えるような場所に窓をつけたの？すると、普段は冷静で物静かな父がいくらか強い口調で言いました。クエンティン、あの電柱は私にはこの農場で一番美しいものなんだよ。そしてその理由を説明してくれました。あの電柱を見るとつくづく思うんだ。自分が育った頃とは違って、今は泉からバケツで水を汲んでこなくても料理はできるし、手を洗ったり、風呂に入ったりできる。夜本を読むときも、ろうそくや石油ランプはいらないんだ。景色を見渡せる窓の中心に、あの電柱を見たいんだよ。電柱に対する父の見方は私とは違いました。父にとっては生活向上の象徴でしたが、私には絶景の妨げでした。父には美しい景色よりも電力、明かり、清潔さがありがたかったのです。私はすぐに悟りました。電柱は私にとってはつまずきの石でしたが、父にとっては大いに役立つものの象徴だったのです。つまずきの石とは、信仰や理解の妨げ、または成長の妨げです。霊的な意味でつまずくとは、罪や自分勝手な行動に陥ることです。正しい目標の達成を妨げるものは何でも、つまずきの石になる可能性があります。つまずきの石のために、御父と御子への証が揺らぎ、弱くなるようなことがあってはなりません。罠にはまってはならないのです。父が自分の育った農場に立つ電柱を純粋に大切にしたように、御父と御子への私たちの証も純粋でシンプルでなければなりません。御父と御子への純粋でシンプルな証を弱め、自分の証に惜しくなることを妨げるつまずきの石には、どのようなものがあるでしょうか。つまずきの石の一つは人の哲学です。私たちはあらゆる知識を大切にします。神の栄光は英知であると信じています。しかし同時に、私たちはサタンが救い主とその教えよりも人の哲学を重んじさせることで、人を神から遠ざけ、つまずかせるという策略を好んでいることを知っています。使徒パウロは救い主に関する奇跡的な経験を通して人生を変え、イエス・キリストについての確かな証人となりました。パウロの特別な経験は、異文化を持つ人と接する備えとなりました。パウロはテサロニケ人の飾り気のない単純さや、ピリピ人の優しい思いやりを愛しました。また当初は知的で洗練されたギリシャ人と関わるのはより困難だと感じていました。アテネのアレオパゴス評議所で、パウロは哲学的に語りますが拒否されてしまいます。そこでコリント人には十字架につけられたキリストの教義を簡潔に教えることにしました。パウロの言葉を引用しましょう。そして私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで霊と力との証明によったのである。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためであった。第一コリントには救い主とその使命に関する素晴らしい記述がいくつもあります。特に15章にはゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのメサイアという曲を通して全世界の人に知られています。そこには救い主に関する深遠な教義が含まれています。
メサイアの第3部でハレルヤコーラスの直後に歌われる聖句の大半は第1コリント15章からの引用です。ここでパウロは救い主が成し遂げられた事柄のいくつかを美しく表現しています。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中から蘇ったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。廃墟の原因の一つは、人の哲学がキリストの基本的で不可欠な教義よりももてはやされたためです。簡潔な救い主のメッセージの中の分かりやすくて大変尊い多くの真理が改ざんされ失われたのです。事実、キリスト教はギリシャ哲学の伝統を取り入れ、既存の文化と融合しました。歴史学者デュラントは書いています。キリスト教が異端を破壊せずに取り入れることで、滅びかけていたギリシャ精神は新たな命を得て生まれ変わった。昔も今もイエス・キリストの福音を拒む人がいます。その人たちの目にはキリスト教が知的で洗練されたものには映らないのです。回復の技が始まった頃、多くの人が救い主の教えに従うと誓いはしました。多くの国がキリスト教国を辞任していました。しかしその時でさえ、さらに困難な時代が来ると予言されていたのです。この新権時代の最初の十二使徒であり、ブリガム・ヤングの第一顧問を務めたヒーバー・シー・キンボールはこう警告しています。今は平和のこの盆地にも、まもなく様々な人が混じり合って住み、神の敵の顔と聖徒の顔を区別するのが難しくなる時が来るでしょう。それは大きな震いに注意する時です。大いなる震い分けの時が来て、多くの人が倒れるからです。この警告は、試練はやってきますという言葉で結ばれています。今アメリカなど多くの国でキリスト教の影響力が著しく弱まっています。宗教的信条がなければ神に報告責任を負うという気持ちは生じません。そのため生き方について万人に共通する価値観が確立できず、人々の心に深く根を下ろしている哲学が互いに矛盾してしまうのです。残念なことに、これは道に迷い込み、時代の潮流に流されている教会員の中にも起こっています。時代の潮流の多くは明らかに義にかなっていません。ヒーバー・シー・キンボールの予言に加え、マックスウェル長老は1982年にこう述べました。正しい行いの中にも悔い改めていない過ちがあるために、大いなる古い分けが起こるでしょう。最後まで耐えられずに諦める人や、信仰を捨てた人に欺かれる人がいるでしょう。気分を害する人もいるでしょう。どの真剣時代にもつまずきの石はたくさんあるのです。もう一つのつまずきの石は、真理の罪を本来の形で罪を見ようとしないことです。現代特有の問題が見せる特徴の一つは、多くの人が罪深い行いをしていながら、それが罪深いものであると認めないことです。自責の念もなければ、行いが道徳的に間違っていることを認めようともしません。御父と御子を信じていると公言する人の中にも、愛の深い天の御父が罪に対する結果を強いられることはないという誤った立場を取る人がいます。これは明らかにモルモン書に出てくる息子アルマの子供コリアントンが取った立場と同じです。コリアントンは非常に不道徳な行いをして勧告を受けます。最も深く暗い淵と驚くべき光を自ら経験していた偉大な預言者アルマは、コリアントンに与えた教えを記録しました。アルマ39章には、息子が悔い改めの過程を歩めるようアルマが与えた勧告と、罪を取り除くためどのようにキリストが来られるかが書かれています。アルマは悔い改めの必要性をはっきりと述べました。清くない者は決して神の王国を継ぐことができない。アルマ42章には食材に関する素晴らしい教義が記されています。アルマは罪人が不幸な状態に置かれるのは不当ではないと教えました。アルマは悔い改めがなければ偉大な救いの計画は挫折したであろうから、憐れみ深い神は悔い改めの期間をアダムの時代から備えてくださったのだと指摘しています。
またこの神の計画は幸福の計画であることもはっきりと伝えています。アルマの教えは非常に有益です。見よ、正義は正義のすべての要求を働かせ、また憐れみは憐れみを受ける資格のあるすべてのものについて権利を主張する。したがって心から悔い改める者のほかには誰も救われない。物事の本質を見極めるなら、悔い改めの輝かしい祝福と救い主の教えに忠実に従うことは極めて大切です。罪深い選択と悔い改めの欠如に対する結果に対して明確にするのは不当なことではないのです。遅かれ早かれ選択の結果と向き合うときは誰にでも訪れることは以前から教えられていました。救い主と贖罪がもたらす驚くべき日の境の祝福とは、悔い改めによって罪深い行為が拭い去られることです。悔い改めたコリアントにアルマはこう言いました。あなたはこれからもうこれらのことに思い悩まされることなく、ただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。的の彼方に目を向けることはつまずきの石です。預言者ヤコブは古代のユダヤ人を強情な民と呼びました。彼らは分かりやすい言葉を侮り、預言者たちを殺し、自分たちの理解できないものを求めました。それゆえ彼らは的の彼方に目を向けたために盲目となり、盲目のために堕落しなければならなかったのです。的の彼方に目を向ける例は数多くありますが、現代に顕著なのは過激主義です。福音に対する過激主義とは、ある福音の原則を同様に大切な他の原則よりも重要視し、教会の指導者の教えを逸脱した立場や指導者の教えに反する立場を取ることです。一つの例は、知恵の言葉の一部に追加や変更を加え、その一部に重点を置くことです。別の例は、世界の終わりのシナリオに備えて過剰な備えをすることです。どちらも個人的な解釈を人に押し付けます。健康の立法や他のいかなる原則をも一種の狂信的な宗教観に変質させると、的の彼方に目を向けることになるのです。大切な教義について主はこう言われました。誰でもこれ以上のこと、あるいはこれに及ばないことを告げる者は私につくものではない。ある原則を重視して同様に大切な他の原則への決意がおろそかになるとき、また教会の指導者の教えに反対、または逸脱した立場を取るとき、私たちは的の彼方に目を向けているのです。加えて教会員の中には、良いことではありながらも、ある特定の事柄を基本的な福音の教義よりも重視する人がいます。このような人たちはその事柄に携わることを第一に掲げ、救い主とその教えに従うことを二の次にします。救い主のために献身することよりも大切にしていることがあるとすれば、または救い主を神の子ではなくただの教師としてしか認めないとしたら、その人は的の彼方に目を向けています。イエス・キリストこそが的なのです。教義と聖約76章を読むと、イエスの証に惜しくあるかどうかが、日の境の王国の祝福を受け継ぐ人と、それより下の月の境の王国を受け継ぐ人を分ける簡潔で重要な試金石であることが分かります。惜しくあるためには、イエス・キリストの力、そして死を克服した贖罪の犠牲を常に思い、悔い改めを通して自分を清め、キリストの教義に従う必要があります。さらに救い主と生涯と教えという光と知識を指針として、神殿で交わす神聖な儀式を含む聖約の道を歩む必要があります。キリストを確固として信じ、キリストの言葉をよく味わい、最後まで耐え忍ばなければならないのです。イエスの証に惜しくあるためには、本来は立派な多くの男女を罠にはめ成長を妨げてしまうつまずきの石を避けなければなりません。常に主に仕えると決心しましょう。知識を求めるときは、救い主に従う決意を鈍らせる人の哲学を避ける必要があります。罪の正体を見極め、悔い改めを通して救い主の贖罪を受け入れなければなりません。的の彼方に目を向けるのを避け、救い主、贖い主であられるイエス・キリストに目を向け、主の教義に従う必要があります。私の父は電柱を電力と光、料理や洗い物に使う豊かな水を提供する手段と見ていました。それは生活向上の足がかりだったのです。
ある作家はつまずきの石も高貴な人格と天に達する足がかりにすることができると述べています。私たちにとってイエスの証に大しくあることは、救い主の恵みと日の栄の王国を受けるにふさわしいものとなるための足がかりです。イエス・キリストの他に私たちに救いを得させる名は天下に与えられていません。イエスが神であり、御父の計画の中で崇高な役割を果たしておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。